はい、買いました。ひたすら走る俺、ゲットしました。ひたすら走る俺、こうまさに俺のことだぞ。まさにもう俺のことだろうと。ひたすら走る俺、こうマジでイケてるよこのコピー。まさに草津初、草津パーキングエリア初、走る俺、ぜひ購入してみてください。ひたすら走る俺かっこいい、マジで。ひたすら走る俺購入しました。いや、いいっすね、ひたすら走る俺、マジで。もう完全僕ですよ、僕のこと言ってますよね、ひたすら走る俺。で、あとはこれモンスターだった。あと443キロありますよ、バカですよね。ちょっとマジきついっす。ちょっと、まあ、明日14時までにちょっと事務所戻らないといけないんですよね。14時、リミットは14時。まあ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 、14時までは戻れると思いますけど、こういつも後悔するんですよ本当に。まあでもね、僕思うんです、あの後悔しない人生を送るより後悔する人生を送った方がいいと思うんですよ。後悔するっていうことは何かやってるってことじゃないですか。別に運転しなくてもいいですけどね。まあ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 、後悔の連続ですよ、うん、後悔してもう後悔しまくれと。まあまあ、だって死んだら後悔もできないですからね。いやー、でもすごいですよ本当。トラックの人も大変だな。めちゃめちゃトラックありますからね。ちょっと見せましょうか。本当トラックの人大変ですよね、あれ。もう本当にね、トラックホテルですよ今。トラックホテル、まあ暗くて見えないかもしれないですけど、トラック野郎ですよ。これ全部トラックですからね。ちょっとね、雰囲気が伝わんないかもしれないですけど、とりあえずトラックです。全部トラック、全部トラック、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 もうあっちの奥の方までトラックですよ。いやー、トラックの仕事も大変っすよね。あー、はい、ということで、今草津です。ひたすら走る俺で頑張っていきたいと思います。いや、ひたすら走る俺いいっすね。ひたすら走る俺マジでいい。はい、では、帰ります。